はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ですね、今日は、最近頻回使っている、そうですね、相性を見るのに、一番こう見た時に、あ、そうですねっていう、形で賛同していただける戦術っていうのが、宿用占星術なんですね。まあ、宿用に関しては本当に占いカフェには三重先生という素晴らしい立派な先生がいらして、本当に本当当たりすぎて怖いという話もありまして、まあ、流派も様々、天台の流れだったりとか空海だとかいろいろあるみたいなんで、軽々に入れないんですけども、まあ、ざっくり私が用いてる宿用占星術の、まあ、特に私は相性だけで使ってますけれども、それに関して、考察していきたいと思います。大まかに10種類に分けておりますけれども、そうですね、この順番っていうのは、宿用占星術はそもそも月の満ち欠けですので、西洋占星術の中の、ルナ占いっていうのがあるんですけども、それには本当によく類似した点が多いので、これ全部ね、月の形にして表すっていうのもありですし、また、この宿用はインド占星術とも重なっていて、まあ、非常に奥が深いものなんですね。ただ、まあ、今回は相性だけをピックアップしてお伝えしたいと思います。でこの順番っていうのは、縁が結びやすいというか、こう恋愛に発展しやすい、まあ、惹かれるという意味でつながりがあるということなんですけど、特にこのよくその暗海っていう相性っていうのは、これすごく惹かれ合うんですね。全然違う個性を持ってますから、自分にないところがもう相手にあって、すごくなんていうかな、とにかく激しい恋愛をする相手というふうになるんですね。これ生年月日で、割り出します、私は特に、ヤグモインの用いて、これ暗海っていうのは関係性でいうと、どちらが暗でどちらが快かっていうことになるんですけれども、恋愛した時にいつも安心して安らかな側の人と、まあ、好きすぎて壊れてしまう人の側っていうことで、あるんですね。で、違いが大きければ大きいほど遠距離っていうことになるんですけども、この順番で暗海の遠距離、中距離、近距離ということで結びつきが激しいですけれども、暗海の場合は付き合えば付き合うほどといいますか、激しく、結びついて駆け落ちをするようなことがもう周囲も目に入らず、もう行動に移して、その後生活をしだして、もう本当にお互いの価値観の違いからそうなるんですけれども、その違いがもう本当に逆に、その違いから、まあ、亀裂が入って、最終も顔も見たくないというぐらいの別れが待ってるというような、ストーリーも考えられるような、まあご夫婦にも多い相性なんですけども、腐れ縁とかと言われる相性でもありますけれども、縁のつながりやすいパターンなんですね。でその次が湧水という関係が、これも全部遠距離中距離全部入ったのが、まあ、同じぐらいの惹かれ合い方ということで、これもまた湯の方にあたる人は、まあ、恋愛をこれ恋愛星って言われてるんですけども、湯にあたる人はとてもその人といるとウキウキして楽しいって常に思うですね。で水にあたる人っていうのはやっぱり好きすぎてなんていうかな、すごい疑心暗鬼になっちゃったりとか、彼や彼女が浮気してんじゃないかしらとか、行動が気になっちゃったりとかして、こう衰えるというか、ちょっとなんていうかな、
こう自分のモチベ、あの自分の気持ちをコントロールするのはちょっと難しくなるというような感じなんですけど、まあ、基本的には、まあ、暗会のようなあのバッドエンドっていうわけじゃなくて、まあ、本来恋人星ですから、まあ、あの二人っきりの世界っていうのは本当に楽しいラブラブなことっていうことも あります。私は勝手にあの織姫と彦星の星みたいな感じで思ってて、特に水の側の人がこう恋愛をねが、まあ、二人の世界が楽しすぎて、まあ、あの仕事にか手につかなくなってしまうというようなことも、あるので、社会性の欠如っていうのはこの関係性では大きいんですね。ですからこう何て言うかな、こう2人の関係が表に出した途端に関係が壊れやすいというような、感じの相性となります。でこちらがあの命はね、あの本当にあの同じ月の形で生まれた人、このパターンというのは非常にあの、巡り合わせが少ないにもかかわらず惹かれ合う確率っていうのが高いということなんですけれども、これもあの本当にあのソウルメイトとかツイン霊みたいな感じで、もう鏡写しのように、あ、同じ月ですから共感性も非常に高いですし、自分をもう分身見てるような感じがするということで、非常にあの、一気に恋愛感情が増すということもありますけれども、これもあのいろいろありまして、激しい宿用の場合は あまりいい結果ではなく、穏やかな宿用日の場合は、まあ、あの発展しや結婚まで発展しやすいということになります。であの強烈なというか強い宿の場合はやはりこうぶつかり合ってしまうから、まあ、なんていうかな、あの週末婚であるとか、あの一緒に住まない結婚形式とかっていうのであるの方がいいとか、それからあの年齢差が開いている方が、どちらかを師匠と仰ぐようなあの関係の場合は長続きするというような形になります。で、こちらが、下に行きますか、ちょっとずらしますね。ね、これね、面白い場所でやってまして、これちょっと笑っちゃう場所でやってるんですけど、これは10まで写しますよ、写しますね。それだから、これでいくかな。これだって、6から10までがあるわけですけど、ん、固定するかな。はい。で、ここですね、合体。これはあの、業態はこれは生まれ変わりと言われています。前世過去世というような形になります。これもとっても縁の深い間柄で、ですね、要するにあの前世の自分過去世の自分みたいな形で、なんていうかね、やっぱりこうそのソウルメイトっていうか、そういう感覚、運命の人じゃないかしらというような、感じを持ちますし、相性としてもあのまあなんていうかな、縁が深くて離れあまりあの離れないというか、あの懐かしい感じが常にして、あのお互いの気持ちがよく分かり合うというような感じで、感じです。でこの気なりというのが、これ気なりもまあ距離は全部同じということになりますけれども、あの遠距離中距離近距離が同じ、比率で惹かれ合うということになりますけど、これも代表的なのが三浦友和さんと山口百恵さんのご夫婦のように、奇声ごめんなさい、専門家の人ちょっと横やりました。私気なりって言った、気なりと、こう気なりでも入っちゃった、気なりと奇声、奇声です。で、これは、要するにそのこの相性で一緒になると、あの成功する側の人と、危険と言いますか、あの、要するに完全に縁の人の力持ちとなって、まあ、表舞台から消えるみたいな形になるんですね。なのであのよく例としては三浦友和、山口百恵夫妻ですけど、百恵ちゃんも本当に、全盛期の時にね、もうアイドルをすっぱりやめて、もう今も本当にあの家庭の中に入りきってますよね。のことによって友和さんはすごい、映画界でも重鎮となって、いろんないい作品に出てね、表彰受賞したりしてますよね。
もうそれがですので、まあご夫婦にも本当に多い、関係で、非常に、どちらかがサポート力が強くて、どちらか非常に成功するということで、こちらもまあご縁としては悪くはないご縁というふうに考えます。で、こちらが A 神ですね。 A 神も近距離中距離近距離中距離遠距離なんですけど、 A 神の場合は恋愛感情っていうのを最初に一目惚れとかがないんですね。この1番2番で先ほど言った暗海の場合はもう、一目惚れでもう一気に燃え上がるというようなことがあるんですけど、 A 神の場合は、なんていうのかな、まあ本当に身内みたいな感じ、親がこう思う、子が親を思うような形で慕い合うことになるので、ドキドキ感っていうのはほぼなくて、いたかなみたいな感じの存在なんですけど、非常にその月日が増すごとに、気になって、まあこうそばにいても苦にならないと変ですけど、一番その恋人や夫婦の縁ではお互いが栄えるという意味で、とってもいい相性になるんですけれども、結びつきで言うとそのさっき言ったビビビと来ることがないので、もう怪になるわけですね、という形でありますので、まあ、これもそれぞれの価値観ですから、どういう恋愛がしたいかっていうことに尽きるんですね。なのでまあ、市中水明とかでも水明したり、する場合に、決してこれだけではないんですよね。そのこれがもう絶対にいいということではないというか、選ばないと言った方がいいですかね。その人が持ってる価値観によって恋愛の形も変わりますから、そういう形なので、そうですね、こうやって言ってしまうとあれですけども、四柱推命で面識の安定した人はもうこちらを自然に選びますし、やっぱりこうハラハラドキドキの、人生の方がいいと考える人たちは、こちらの相性を選びますから、その正解はないですね。相性の正解はないと思います。これも人生の設計図で、組み込まれているのではないかなって、思いますけれども、まあ、これが今私が一番その相性においては、まあこれは群を抜いて不思議とですね、まあこういった相性が四柱推命の相性でも当てはまるので、非常に最近は特に相性のことで言うと、まあ恋人もそうですし、人間夫婦もそうですけれども、職場の人間関係とかもかなり影響しますし、なのでこれを非常に参考にしております。以上です。